野さん、やっほーやっほー、こんにちは皆さん、こんばんは。誰どうしたって今日は前髪なくそうと思ってってそうだからここに前髪あるんやけど、まあ言い訳をすると前髪がすごくぐちゃぐちゃやったから、だからそうです。なんかほんまは帽子かぶろうって思ったんやけど、ニット帽みたいな、ニットか普通のキャップかなんかぶろうと思ったんやけど、でもやめといたです。っていう、それだけ。キモノくん、ノリノリ。え、これ誰？ヨッシー。在宅ですやんになってる。ヨッケさん。そう。やっほー。今日は、お話をしつつ、こないだ、ゆけさんからガチャガチャをねもらったんですよ。だからそれを開けていこうかなって思います。開けていきます。はいはい、感じが違う。そうでこ、なんかみあんまりなんかおでこ広いからあんまり出したくないっていうのと、自分の眉毛がすごく好きじゃないから出したくないっていう分け目、そう分け目がある。嵐こうへんわ。これできたらやばくない？みゆもう、みゆはもうパッツンしかしたらあかんって言われてる。まあ今日だけレアすごくレアな多分配信になると思います。だって多分今まで出会ったことないかもしれん。なんかちょっとだけこう分けてみたいなのはしたことあると思うけど、完全にこう分けるっていうものをしたことがないと思う。はいっていうね。でそう、ユケ G がミニオンのガチャガチャを買ってきてくれやって、まだ開けてなくて一個も。なんかもうなんかやったらなくなっちゃったみたいな言ってやって、だからこんだけ6個開けていきたいと思います。あれみゆさ、さっきさあれやったよな、テロップめっちゃ雰囲気変わる。どう、いつもの方がいいかな。やっぱり自分的にはもうずっと一面、自分的には初の方が好きなんですけどはい、うん、大人っぽくなるすぐに調子になるから。ゆうえくん、こんばんは。ここまでがっつりやわけそうね。かわいいってありがとう。なれへんよな、やっぱり。よし。よしとか言って。また言ってしまう。みゆ、結構よしっていうのがなんか、
あれらしくて、口癖らしくて、めっちゃよし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 ってめっちゃ言ってそう。よし、富士さん、りゅきさん、すーさん、やっほー、こんばんはって、こんばんは。一瞬誰か分からへんかった、誰かと思った。やっぱ誰か分からへんか。大人っぽい、そうやった、大人っぽいって。髪の毛変わるとやっぱ雰囲気も変わるしね。読んだ、え、なんかあ、よしってことか、そういうことか、よしよし。なんか今日告知するときはまだこれやった。で、なんか今日はなんかちょっと違いますみたいなのを言おうかなってめっちゃ迷ったけど、迷った結果言わんかったらこういう反応をいただいたっていうね。そう、もう多分やらへん、絶対にやらへんと思う。え、みゆさ、これ早速開けていっていいですか。ちょっとテロップさっきやったはずやねんけど、そうで、今日はよけじいからもらったミニオンのガチャガチャをやっていく。ならへんならへんのに、ゆき、え、これさ、もう開けていっていい？全部で6個あんねんけど、こうやって2種類、なんか黄色と、黄色と青があって、でも多分これ関係ないような色、多分え、やってるやらへんだって、え、嬉しいこと言ってくれるね。え、1個目開けていきます。ガチャガチャ、なんかさ、子供の時はさ、よくさ、なんか、え、ガチャガチャ、なんか欲しいガチャ、欲しいガチャ、欲しいものとかあったら、え、これしたいみたいなさ、よくちっちゃい時にママとかに、なんか一回だけやらせてみたいなの言ってたけど、最近は全然あれやもんな。いきます。第1回目、もう何が出るかもわからへん絶対で、せーの、あ、こっちやった、せーの、パカッ、こっちじゃないの、もうこっちやん、わか、あれ、開け方がわからへん、すげえ。これさ、ここをピッてさ、下に下ろしてから開けるのか、あ、もう見えちゃった、かわいい。あ、そう、みゆミニオン好きなんですけど、一番好きなのがボブっていうね、ボブが好きなんですよ。だから今日はボブ狙いでいきましょう。うん、たまにはそのもうやらへんよ、そのガチャガチャよけじ俺にはくれへんかった、タジには無理って、ミユにくれやった。これは何やろ、シチューシーみたいな名前かな、わかん、シチューデントみたいな、なんかないっけ、じゃーん、見てみますね、種類の方を見てみますね。あ、これトムかもしれへん。あ、スチュアート、ティム、ジェリー、トム、デイブ、私の好きなボブちゃんはいなかったいなかったです。え、泣いたーやな。はい、こんだけの種類があって、5個の種類あるから、全種類出て1個ダブルっていうのがなりそうやね。はい、これはトムが出ました。トムね。
最近のカプセルはロック用の爪ついて、そうなんかついてた。ボブってどんなやつ？なんか一番ちっちゃくてコンパクトで、あのクマのさ人形をこういつも常にこう持ってやるやつ。全部トムって、全部トムってやばくない？それやったらさもう見る。やばいどうしよう。でもそうでもワンチャンあるよな。そうね、まれこういう眉毛やからそれも嫌よな。じゃあ2個目は青、開けていきます。丁寧にね、ここにテープがね、あのね貼ってある貼ってある。自分が着ぐるみ送ってたからですけど、そうなんかもともとなんかユニバとかのなんかユニバのさ、あのあれユニバのポップコーンバケツみたいなあるやん、それのあのポップコーン喋るんですよ、ユニバのポップコーンバケツ。あのそれのボブを持ってるんですけど、なんと喋っちゃうんですよねボブ喋るやつが持ってて、それも好きやしみたいな感じで。も一番ユニバやったらやっぱりキティちゃんが好き。せーのパカッ、あ違う種類、えなんかめっちゃ可愛い、ちょっと待って、なんかめっちゃ拗ねてやるみたい、なんかみたいな。ちょっと待って、じゃん、あ見える、おばんです、おばんえこればんでいい、こんばんはのばんでいいな。かわいいってありがとうございます。京さん、しかし雰囲気、そうやっぱ雰囲気変わるよな大人しそうに見えへん、こうすると。あでもほらやっぱり一緒やから、スチュワートです、スチュワート出ました。スチュワートが出ました。エビケンさん、なんか星ありがとうユニバのミニオン、えなんかな、まだそのミニオンの街とかハリーポッターのやつとかまだ行けてなくって、だからまだ乗ってないねん全然。そうなんか聞いてまださ2個しか開けてへんのにな、今のなやつにな、この紙が2つ入ってた、そんなことある？だからな、これな、これは3つあんのに、この紙なんか種類書いてる紙3つあんのに、でもこのやつは2つしか開けてないから、なんかめっちゃおかしいことになってる。こんばんは、くまさんです。こんばんは、みゆさんです目一つしかない。シャクさんやで、あんた誰やみゆやでなんかいつもそう、なんかいつもと違うんですよ。遠足の話、確かに遠足、そうあのですね、昨日にね、あの卒業遠足の卒業遠足で東京ディズニーシーに行ってきました。なんかあのアンケートみたいなのがあって、どこに行きたいですかみたいな、でそれでなんかディズニーっていうなんか答えが多かったらしくて、
てそのディズニーの中でも C とランドがあるやん。だからまたそれアンケートで C とランドどっちがいいですか、なんか丸つけてくださいみたいな、うん、があって、それでなんかミユはランドが良かった。ミユなあんまりな C な行ったことがなあるんやけどなくて、いやあるねん、うん、てか普通にあの前回ディズニー行った時に C を家族で C に行ったから、今回はランドがいいなとか思ってでランドに行ったんやけど、あ違う違う C、 あそうでランドに丸付けしたんやけど、でも結果がもうなんか4組あるんよミユたちのクラスでも、なんかほとんどが C みたいな、毎年 C らしくて、ディズニーのディズニー C らしくて、それでなんか C になって、まあ楽しかったけど、でもうなまさかのめっちゃ雨降ってるっていう、めっちゃ雨降ってるやんみたいな天気で、だじゃ降る予定みたいな。あてしさん、ひろのさん、こんばんは、やっほーみゆです。あ、きらみこさん、こんばんは、やっほー、こんばん、いいな、絶叫、え、乗れへんにゃ、絶叫系は無理、え、そうなんや、なんか無理な人もいるよな、なんかハンデ行動しなさいみたいな、ハンデ行動しなきゃダメよみたいなハンがあって、それで6人班やったん。でもなんか一人の子が体調不良で休んでしまって5人になったわけですよ。で5人のうち2人がなんか絶叫無理系女子で、あの一番初めにホーンテッドマンションあるやん行こうぜみたいになって、あ、じゃあホーンテッドマンションじゃない、タワーオブテラー、タワーオブテラー行こうってなって、でその2人は乗れやらへんから、だからあのトイストーリーマニアのファストパスになんか並んでおいてみたいなになって、あの全部チケットとか渡して並んどいてみたいになって、それでなんか賛成みたいになって、でタワテラ終わってこう行ったらいいひんくって、その2人があのタワトイストーリーマニアに並んでたはずの2人がいいひんくなってて、でこのタワーオブテラーに、タワーオブテラーに乗った3人がその2人を探すために1時間ぐらいずっとうろちょろしてて、で結局その2人はなんかマーメイドラグーンの雨に当たらへんところで遊んでやってみたいな、もうなんかそこでなんかわーってなって、もうそこで時間がもうすごくもうやばくって、でそのままあのマメドラグーンのところでご飯食べてみたいな、だから午前中はもうそれしか乗れへんくってみたいな、もうすごくなあのハードめっちゃ歩いためっちゃ歩いたっていう当てますね。3つ目、そうっていうのがずっと続いてた。そうもうなやばい。でも喧嘩はもうその時なんかちょっと喧嘩っぽくなったけど、でもお昼はめっちゃ仲良しに食べて、まあご飯食べればみんな仲良しになれるよそれでそっからまたもう普通に喧嘩なしでバーって遊んないけど、あのねキャラクターが一回も見てない、キャラクターのことを一回も見てない。なんかパレードはなんかパレードお昼のパレードなくて、でなんか夜もなんかパレードっぽいパレードじゃなくてみたいな、なんか船からこうわーって光が噴射されて花火バーンみたいな。でもなんかあれミユはあのそういうパレードを見よう、写真撮る、なんかパレードの写真撮るみたいな感じじゃなくて、
あの乗り物みたいな、え今パレード、え空いてる空いてるみたいな、あ乗り物行こうぜみたいな人やから、だからまあそれはそれでよかったんですけどそうだから、えみんなさあれですか、パレードをこう座って席をそう座取って座ってこう見たい人か、それともあのえ今パレード、え空いてるやん行くみたいな感じなんかな、どっちやろ、めっちゃライン来るわメンバーからどっちなんやろ、17インチの予約なんかあのあれよね、え17インチ、あそう17日はあのもうなんていうんかな、こうチケットが完売してて、でそれ優先なんです、優先みたいな、抽選なんですよ、そう優先じゃないごめん、抽選のチケットで、外れてる方もいれば当たってる方もいるって感じのライブなんですよ、だから多分予約とかはないかもしれないです、ごめんなさい。あのその代わりにショールームでライブの方のね中継が放送されるので、ぜひ皆さんそっちでね、あのキュインズのことを応援してほしいです、お願いします。あのもうキュインズの出番が来たって思ったら、キュインズ来たー、わーキュインズキュインズみたいなでそんな感じでお願いしたいです。実況です、ランドの方、そうランドの方、なんかランド、やっぱランドの方が知ってる、なんかあのあれシーサーなんとかなんとか2万マイルみたいなあるやん、なんとかかんとか2万マイルみたいな、海底なんちゃら2万、あれめっちゃ怖くって、みゆもうずっと友達のこのここら辺でずっとこうやってやって、いなんか始めちょっとした始めと、友達がえここは大丈夫やで綺麗やでみたいなところしか目開けてないっていう、もうその他はなんかさ、あの緊急事態発生みたいな、異常ありみたいな、そういうのがちょっと無理な人で、怖くて、そのナレーションが怖くて、えなんでそんなこと言うみたいな怖い人なので、その2万マイルってやつはちょっと無理でした、私には。呼んでくれれば代わりに俺行ったのに荷物持ち、イエーイ。でもめっちゃ雨降ってたで、そうファストパス回収も、おお、えいやいやいや、ファストパス回収されたらミュータチ乗れへんやん。じゃあ荷物なんとかあるからダメ、荷物あさるからダメかな、デヘベロ逮捕されるよ、タジは送り迎え運転手やって、おーミッキーさんを銀座に送ってボディーガードして、おーしてからね頑張って夢パレードちゃんと見たこと、あー記憶ね、やっぱそうやね、みゆあんまり目しちゃダメよ、目つぶしそれフリやろ、絶対フリやん、やってっていうあれやろ、海底にまんまいるってそんな怖かった、なんかめっちゃ怖かった、みゆなんか暗いところがまずあかんから、なんかミッキーさんとかの舞台とかを見に行って、こうさ舞台とかって一瞬暗くなって明るくなってまた物語再開してみたいな感じやん、なんかそれも怖、なんか怖いからずっとメンバーの足のこの膝のとこに手とか置いとかんと、あと腕掴んでるとかしんとかんと、もうなんか暗くなって何も見えへん状態になるから、みんなが消えてたらどうしようとか、こう明るくなった瞬間にこの目の前に何かが現れたらどうしようとか、ミユにしか見えへん何かがあったらどうしようみたいな、めっちゃ怖くなるんや、だからちょっとミユ怖いところは無理です、目が今度やってもらう、めっちゃ
後ろ見とけばよかった。後ろ見て、あ、舞台の時ちょっと待って、負けますねずっと手に持ってたまま、じゃーん。あ、え、また新しいやつ、デイブかな、待ってな、開ける。あ、デイブです、デイブでした、じゃーん、じゃじゃーん。デイブ、ちょっと真顔っぽい、なんかみたいな感じ。デイブちゃん、メイのめつむし、ナミのキックやれた男たちは発生中って、やばいな、やられたいんか、みんな。そう、そんな感じ。一番最後に乗った乗り物はマーメイドラグーンのフグのやつ、あれな、アトラクション名わからへんけど、フグのやつフグのやつ乗りました。フグ、うん、やっぱちょっと自分の眉毛がちょっとすごく好きじゃない、あの、何っけ、何を言おうとしたんだっけ、あんね、あ、そう、センターオブジアーズみたいなのあるやん、あのさ、火山のところをさ一瞬こうやってやるやつ、あれをフグの前に乗りました。もうそれはあのずっと海底2万マイルに並ぶ前に急いで撮って、でもそのお昼前、お昼後ぐらいすぐに撮ったら、撮ってもなんかもう19時からみたいな、あー、それはめっちゃ嘘ついた5時から6時とかで、あ、違うわ、19時からかな、そう、19時から8時何分みたいな、多分そうやったと思う。そうで、はい、よかみたいな、ギリギリ取れた、セーフみたいな、よかったみたいな感じやった。物販列、チキ列、めちゃめちゃチェック、やば、すごいな、それやば、めつぶしと聞く、やべえな。大丈夫、物販狭いとちょっと無理か、問題じゃ確かに無理か問題そこかよ。次開けていきます。そうっていうね、だからギリギリほんまに乗れてよかったって、もう最後の方前髪とか崩壊、もうビッチョビチョになりながら、もう頑張って、あともうなんかあの学校で行ったから化粧とかもしていけへんし、なんかだからもう全部カメラとかもノーマルカメラみたいな、感じでね。18は卒業式終わってんの？うん、まだ終わってないです、まだ中学生よ、18日は。せーの、バカッ、あ、え、かぶった、ちょっと待って、あ、え、かぶってない、すごい、な、え、ちょっと、え、かぶってないよ、え、すごくない、今までさの、ノーかぶり。ティム出ました、ティム出た、みんなティム出たってめっちゃ痛い人、じゃあティム、やったー、やりたくなっちゃう
遠足はスマホ持って行ってた。ダメよ。あかんかん。じゃあ物販、そう物販出れないんですよね。ウケじいが、うん、全部使った。マジでミヤのために全部使ってくれたとか言って、ごめんなさい、嘘です。そう、あと2つミユを受け取るとミユが、あーと、でも、あ、そっか、せやね、全員やろ多分。そうかな、なんか早く出たいなって。でもな、なんかな、あ、JC 終わるんかっていう、なんかちょっと寂しさとかもあるんやけど、でもなんかあの、あ、JK になれるっていうのもあるし、あ、もう出れるやんみたいな、え、もうちょっとで出れるやんみたいな、そういうね、あれもあるんですよそう、ゆけじ、今までありがとう。意味深。なんか今日雰囲気違う。そう、みんなから言われる。前髪さんかな。なんでやねん。こんばんは。さっきな、星の、ほいみたいなコメントやってくれて。そう、もう違うんよ、前髪の、あれがね。こんばんは、シジュンネに、無音、今日どうした、デコ出し、そう、デコ出しよ。そっか、無音か。コロコロ、表し方がわからない。コロコロ。何すればいい、コロコロ。そう、デコ。ちょっとさ、ちょっとだけさ、ギャルっぽくない？ミユだけかな、思う。よし。あ、やばい、あと2つしかない。普段もたまに髪型変えんの？普段もたまに前髪ってこと？普段はあのポニーテール、ツインテール、おろし、編み込み、おさげ、三つ編みとか結構する。ハーフアップもするし、お団子とかもする。だから普段から結構変えてる。ミオはなんかコロコロ変える。なんかさ、そうそう、そうかな結構変えるよミオ。え、青かさ、青か黄色、どっちからやるべき？みんな、どっちからやろう。新アルバム BG、 青？じゃあ青からにしようかな。さ、まだスイートデイズ披露してないから、なんかそう、スイートデイズ披露してからの方がいいかなって思ってこれにしてる。あと、なんか、こっちの携帯に入ってなくて、っていう、それもあるけど。デパートリー多いな、そう。じゃあ、青、お、みんな青って。最後は担当、確かに、最後はやっぱ担当カラーで締めんとな。え、やば、これがさ、あ、ちょっと待って、今な、ジェリー以外出てます、今。ジェリーってやつ以外出てて、デイブ、トム、ジェリー、ティム、スチュワートっていうのが今出てる。で、あと残る、あ、どっかやってもた。で、あと残るは、
あのジェリー、ジェリーもちろん狙うはジェリーよ。青マナミンカラーですね。うーやば、最近ベッド過ぎすぎてやばたん。トムとジェリー、何がトムとジェリーや。あ、違う違う、そうじゃなくて、あのミニオンの名前のミニオンの中でもジェリーっていう子がいて子がいて、それでみんなあれかな、急上昇大好きマンがベッド大好きマンになった。おー、みんなさ、あれよな、飛んでくれるからこうやって飛んでくれるから嬉しみよ。チャーンチャーンチャーンとこ結構飛んでくれる。あ、そう、新曲といえばさ、あさみ先生がさ、ちょっとだけさ不倫とこさ出してやったよな、見たかな、みんなツイッターみゆさリツイートしたんやけど、見た？あのここはスイスイツルデンところところです。やっと今日漫画喫茶でアルバムスマホに落とした、めっちゃ聞いてる。おお、よかった。え、みんなあれな、結構さスイートデイズの方が好きなん、どうなんやろ。ミユはもう断然ムービンの方が好きなんやけど、あ、まだ聞いてないって方は YouTube にちょろっとだけ載ってるので、ぜひ皆さんそちらの方をね聞いてみてください。急上昇は大好き会大好き会会長なんで。なるほど。なお会員は俺だけのもよう。田島会員ゼロ会長田島優やね。うん、はい、ワイムリツイート、お見た見たって、おう、そうそう見たって、途中で回線が切れて聞けなかった、順ならそのまま予約なしで大丈夫かな、ごめん。あ、そう、あね、17ね、あのもう一回言うと、あのチケット自体がもう売ってなくて、あのあれ抽選だったんですよ、チケットが。でも完売しちゃってて、だからなんかライブにもうチケット持ってないって方は行けへん状態で、でだから多分予約っていうもの自体がなくて、そもそもだからあのショールームでその様子、キュインズのライブの様子が放送されるんで、キュインズだけじゃないよ、その他のアイドルさんとかのこうライブとかも放送されるから、だからそこであのコメントでキュインズ来たみたいなをたくさんこうバーって送っていただけたら嬉しいですっていう、そうだから来れへん方はほんまに申し訳なくてって感じなんですよ。そう、みゆ日本語、みゆ日本語下手で通じるかどうか分からへんけど、通じたかな今ので。そうなんですよ、だからショールームでその様子がこう映し出されると思うから見てほしいなって思います。ちょっと一瞬さ、くしといでいい、もう我々やって、我々は宇宙人だみたいになってる。前髪、そう、普段だもうしひんから多分この髪型はね。だからいつもはパッツンよいつもはパッツン。英語は得意な、英語も得意じゃない、英語も得意じゃない。ありがとう。だから21年休養日過ぎに
ありがとうございます。お待ちしております。静岡ってさ、近いようで遠いようで近いみたいな感じやから、新幹線やから遠いんやけど、もうすごくありがとうございます。ヤマピーさん、はじめまして。めっちゃ手振る、ごめんね。ヤッホー。そう、17日はそうチケット完売してるんで無理と少々なんですよ。ほんとごめんなさい。待って、待って、これさ、なんて言えばいいんやろ。コハルン王国さんっていいかな。コハルン王国さん、ヤッホー、こんにちは、こんばんは、こんばんはか、みゆです。こんばんはですね。大輝さんもこんばんは、めっちゃ久しぶりですね。3日以来かな、多分みゆが最後に配信したのが、たばんばば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 ひな祭りなので、今日の配信はレアですよ皆さん。レアですよ。じゃあ青を開けていきたいと思います。今日2000人来そう、頑張ろう。こんばんにゃ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 ー。猫が好きなんかな、にゃー。よし、開けていきます。せーの、パカッ、あ、パカッ。もう怖い。これがあのジェリーやったらあれ全部制覇ということでいいですね。この子なんですけど、見える、こういう子、こういう顔の人。じゃあちょっとミユミーヒー方式でいこうか。待ってな、見ずにあのこの袋から、今袋に入ってるから、袋の状態から剥がして、でみんなに見せるっていう、この難しい感じのあれで。今日千人おったし、お、拡散拡散拡散大事。たくさんの方にね、あの一人でも多くの方にこの曲を広めていきたいです。ちなみにイット見てる、イット今、え、怖っ。怖っとか言って、怖っ。挨拶だけすいません、また来ますにゃ。お、ありがとうございました、ファルヌ王国さん。よし、え、いきますよ。あー、もうみゆこういうめっちゃ緊張する。せーの、はい。どっちが顔、こうでいいのかな、こっち、こっち、え、こっちでいいのかな、え、分からへん。はい。はい。ちょっと見えへん、みゆさっきの顔覚えてる、みんな。飛んだ。よし、じゃあ見ますね。いきます、せーの、はい。え、すごくない、え、すごくない、すごくない、え、すごくない、え、すごくない、めっちゃ言うやん、めっちゃすごくない、全種類、全種類さ揃ったんやけど、え、落ちた、すごくない普通に。え、よけさーん。よけさーん。大輝さん、ちーたんの名前は、あ、分かってますよ、森林さんって。ゆうちゃんちーたんめっちゃいいねしてる、ありがとうございます。もうすごくちーたんね、あ、皆さん、あのみゆツイッターやってるので、ぜひ皆さんチェックしてみてください、お願いします。あの配信を調べるのがめんどくさいって方は、あの配信を拡散みたいな、なんかツイートするみたいなあるじゃないですか、ツイッターで。
それをやってくださったら私いいね押しに行くので、ぜひそれでね気になったらポチってフォローしてください。おー、うん、ライブの出来事はフロアで決まるに悩みにしみって感じたライブ。おお、ライブの出来はフロア？フロア？おおってそう、お腹とすいた。ほう、ハヤシライス食べたい。すげえ、なんかいろいろコメントが混ざり合って、みゆもハヤシライス食べたいな。いいよな、ハヤシライス美味しいよな。なんか前まではあんまり好きじゃなかったけど、でもなんか美味しさに気づいたよ。すごい。よけじい、よみちん、よみちん気をつけてな。すごい。え、これでも何しようね。使ったもん。やばいな。全種類当てた。でもな、ほら、ちゃんと担当カラーが最後にさ、残ってるねん。まあこれは絶対にダブルって分かってるから。あれないけど、これでさ、またさ、ジェリーがさ出たらさ、すごくない？ジェリーかわいい、めっちゃかわいいんやけど、なんかイライラなってる。たまにはインスタもある。わかった、インスタあげるわ。じゃあまた。よけさん、運がよけさん、イット第一章やった。第二章とか図工、いや怖いよ、イットはマジで見たことないけどなでも怖いのは分かってる。だからシークレットでボブやな。せやな、シークレットでボブやなシークレットないねん、クマさん。そう、シークレットがなあったらいいんやけど、ないねんな。あってボブとかやったらもうみゆ飛んで喜ぶすごい、ミニオングッズとか結構家にある。じゃ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 、あ、そう、今はこの前髪やけど、みゆのツイッターに行ってくれたらいつもの通常通りのみゆが見れますので、ぜひぜひ皆さん見てください。ちょっと待って、全然開けられへん。今日めっちゃ癒されるなって。わー、森林さんありがとうございます。クマさん開けたらよけさんってめっちゃ怖くない？どうしよう、こっからさ、こうドゥン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 、え、ミュウって言われたら、夜道に気をつけてください。え、じゃあ行きますよ。せーの。これだけじゃ分かんないっていうね。またこれも一つの楽しみ方なんでね。新曲の。スイートデイズすごくすごくすごいよすごくなんかめっちゃ移動が多いかもしれん今回。あ、まだ最後まで完成してないからちょっとまだ分からへんけど、じゃあみんなにまず見せます。せーの、はい。何やった？何やったっていうか分からへんよな。今まで開けてきたやつ。こいつ。この人。はい。この人。で、あと、多分この人だったな。見ますね。せーの、バン。お、これはあれやな、なんやなんやって言って、トム、
トムが出ましたよ。トム、トム2体が出ました。でもでもでも普通に普通にすごいと思う。もう全部だってあれだもん、ここに余計さん、あ、動いてしまった。余計余計さんじゃん。あ、え、これさ、みゆさん全部さ学校の筆箱につけつけてみたらさ、やばくない？どう？え、これ全部学校のさ全部さ学校のさ筆箱につけ、でももうちょっとしかないけど、まあつけていくって怖くない？やばくない？でもめっちゃ可愛いけど、やばいやばい、めっちゃ好き。これは可愛いわガチでガチでめっちゃ言ってるけど、スイートデイズめっちゃ、そう、なんか結構みんなムービンよりスイートデイズの方が好きみたいな人いるな。てかキュインズのショールーム久しぶりに見た。おー、さすがさすがっていうか、まあ、ありがとうございます、見てくださって。昨日はなあ、ミッキーさんかな、昨日ミッキーさんで、その前が多分マナミンかな。ボブ当てるまで頑張れボブないやってボブないの。これさ、ボブのガチャ探、マジでありがとう。いやゴーヘッドって今回の2位に入ってへんわ。もうちょっとで終わりかな、あと5分ぐらいで終わりや。そうか、昨日矢島、昨日矢島コメントしまくったら、うん、ちょっとみゆにはちょっと理解が不能もうな、ほんまにな、みゆな理解できるやつとできひんやつがあって、まだまだ、まあ中学生やから許して逃げるけど、湘南アイドルが好きなおっさんたちはシートデイジが好き。あー、そうなんかな。それな、クマさんって、じゃあヨケさんも昭和のアイドルが好きなんかな。ヤジウマ、タジマ、ヤジマ、タジマ、タジマ。そっか、タジマみたいなコメントをめっちゃやったのね。あ、告知しますね。告知しま、次のライブがですね、こちら3月12日の月曜日、あさって青山パンダフェスティバル、青山リズムさんで場所はね行われます。でこれがなんかまだ時間とかが出てなくて、なんか頑張って探したり、スタッフさんとかに聞いたりしてちょっと頑張ったんですけど、でもまだ出てなくて、一回出たんですけどまたちょっとなんか修正みたいなのが入って、だからちょっとまだ何時になるかわかんないんですけど、でもすぐに来たらすぐに報告できるようにツイッターね頑張ってあげるので、だからそれまで皆さん待っててくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。ガヤみたいなコメント、ほうほう、たじたじま、え、ゆうってそうやって書くんや優しいって言う、ゆうやと思ってた、ずっとあの画像さらすぞって。長崎のじゃがじゃがえちゃんは知ってるかな、長崎しか売ってへんからぜひ、知らんわ、なんなんやろそれ。長崎、長崎も遠いもんな。そっか、
今度調べてみます。ごめんなさいってすごいよね、体調分からへん。そうね、だからもうちょっとだけ、もうちょっとだけ待っててください。みゆの配信終わったら2週、あーもう読めへん諦めます。いってらっしゃい行くかな2000人、あと150人、あと150人ぐらい。声優か、声優、声優ってさ、あれカタカナじゃなくてローマ字の方しか知らんわ。ゆう、心が広い子になりますように。やで、ぴったりだよねぴったりやでぴったりぴったり。え、50人、だって900、今948人の方が、あ、1966人の方が見てくださってるから、100、え、バカにはわからないですよし、みゆに田島優の画像探すね、探すねってあと52人やって、どうやろう、来てくださるかな。でも無理かな、あと1分やから。よし、自己紹介して終わりたいと思います。ぜひね、このレアな配信、配信、レアな配信見てくださってありがとうございました。ミニオンはこの通りすごく大量にできたのでよかったです。よし、自己紹介して終わりたいと思います。以上、私たちベットできるアイドル、キュインズパンツ、キュインズの中村ウースマイル番長、最年少の中学3年生15歳のみゆみゆこと二宮でした。ありがとうございました。次みゆが配信するときは絶対にパッツンですバイバイ。あ、皆さんパンチありがとうございます。パンチパンチパンチ、ありがとうありがとうありがとう、バイバイ。あれ、うん、バイバイ。